かし飛んでますよと。やっぱり飛んでますか。皆さん目に来るタイプですか、それとも鼻喉に来るタイプでしょうか。あ、目の方多いですね。私手も、あ、でも手は何度回復してきました。ハンドクリームをすごい塗っていたので、いや、明日イベントもありますし、手は綺麗にしておきたいなと思って、もう何回、1日に 4,5 回塗っていたら、潤いを保っていたら多分治った気がします。目と鼻両方、鼻に来るタイプ。花粉は頭に来ます。あ、そうなんですか。髪の毛ってことですかね。咳が出ちゃう。あ、頭痛ってことですかね。目がかゆい。ん？あ、プンプンってことですか。そういうことですか。すいません、私気づかずに。なるほど。頭にくるタイプだから、こうお怒りになるってことですかね。そういうことですか。怒ってことか。日本語って難しいですよね。いろんなニュアンスになるので難しいなと思いました。こう見ると関東や東海、近畿で多くなりました。目と鼻ともに、まあそうですよね。私も最近目が来ているので、目薬などもさしてるんですけれども、皆さんも十分お気をつけください。ではでは、症状報告アプリからもできますのでね。